なんか、あ、沖縄そばあった。ここら辺はよく店がある。沖縄そばを食べに行こう。福木屋、どんなんがメニューを見てこう。いっぱいかな。ソーキそば以外にもなんかあるわ。こっちにする？うん、ちょっと建物もぽいけんな。うん、これってね、ソーキそばとこの沖縄そばはどっちですか？あー、こっちがいいな。うん、なんだこれ4つ。3枚肉そばを4つですね。はーい。はーい。ふぎアイスバー。大きいな、チャーシューが。分厚い。うん、柔らかい。うん、スープはうどん。麺もラーメンとうどんの間ぐらい。うん、ごちそうさまでした。いや、おったらいいかなと思ったよ。うん、あ、ここに牛おるよ。うん、ここを抜ければ海でした。綺麗なエメラルドグリーン。これが見たかったやけど、おらんかったな。さあ、ゆみちゃん、ここは何？ほんまか。けどこんな感じやな。うん、福木っちゅうがこの木のことなのかな。こういう福木やん。まあまあ適当な。ここら辺ほんな全体が福木並木なのかな。え？順路。どこへの順路？知らんけど、もしかしたらここを牛が通るんかもしれんで。でもいいよな、こういうちょっと緑の中、海ばっかりでなしにな。風邪気もできるし。そうやな。今日は風が強すぎる。みちゃん、販売所だ。かわいいな、今の。これはやっぱり好きで。ほんま。どれが？これが。あ、どこでも目音はあるな。ここは何だろう。神殿なんやって、ここ。へー、そうなんだ。で、私はこの福木並木とかこういうのを通るんと、ソーキそば食べるんに、この公民館の前に食べます。1時間200円なんやね。パン缶があるんで、ここに後でお金をはめるってことかな。うん、ほな、はめます。1時間やな。1時間以上おったら500円や。